それでは来週の秀美さんは次郎です。アップルのスティーブ・ジョブズ、リンゴ売りはスティーブの仕事ですか。いやいや、スティーブさんの仕事ではなく他にもたくさんのリンゴ農家がいますから。さて来週の秀美さんは大型連休明けは自由研究を発表しないといけないと思っている、うん、納豆やオクラ、山芋など粘りのあるものの撮影のことをドローン撮影だと思っているひらがなのさとちの区別がつかないため散歩と書いているとドキッとするの3本です来週も聞いてくださいね。じゃんけんぽん。